東大泉。東大泉は、東京都練馬区の町名。住居表示実施済み。現行行政地名は、東大泉1丁目から東大泉7丁目。面積は 2.2429km。郵便番号は178-0063。練馬区の西部に位置する。北部を、大泉町、大泉学園町、西大泉、南部を釈台、石神井来。 東部を三原台、石神町、西部を南大泉と接する。西部池袋線大泉学園駅の付近を中心に工業が盛んである。以前は大泉に教育施設を誘致し、学園都市、大泉学園の形成を試みたが失敗し、その名残りとして東大泉三丁目は五番目上に整備されている。2017年。 平成29年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。住宅地の地下は2015年平成27年1月1日の工事地下によれば東大泉3-24-2の地点で41万円枚メートルとなっている。旧武蔵区に都島郡土田村上祖。 土下村は大きな村だったため上ミ南と下組、北に分けられていた。現在の東大泉の他に、三原第2.3丁目の一部、大泉町2丁目の一部は、土下村上ミに属していた。1873年、明治6年、愛イク区ョクによって、上ミと下組は分離され、上ミは、上土下村と呼ばれるようになった。年、 明治22年、上土下村は、町村制によって、南の石井村と合併し、石井村大技場土だとなる。さらに1891年、明治24年、林村の埼玉県新座郡にあった、呉京村が、東京府に編入され、大技場土だと合併し、北豊島郡大泉村が、誕生した。 当時小学校は村ごとに運営されており、一つの村に必ず一校小学校を設置する必要があった。上土市電の豊西小学校、妙野寺内、現、東大泉さんの十六と、暮京村の暮橋小学校、本省寺内、現、西大泉さんの十一は、間隔が一キロメートル以内と、近距離にあった。そこで合併すれば小学校を統合でき、 大幅な経費削減が期待できることから、両村は合併した。合併後、豊西小学校と暮橋小学校は統合をされ、村の中央部に新たに泉小学校が設置された。後に泉小は現在の大泉小学校になる。1932年、昭和7年、東京市編入と共に、板橋区、現在の練馬区と板橋区を、方岸が誕生し、 大泉村は解体。大浅城土田の区域をもって、板橋区東大泉町が誕生した。1947年、昭和22年の練馬区独立後もそのまま踏襲され、1980年、昭和55年8月1日、第18回住居表示により東大泉町の一部を土田に編入。残りの部分に、北大泉町のごく一部と旧、 上石上二丁目のごく一部を編入して、境界整理し、現行の東大泉一丁目から七丁目までとなった。2006年、平成18年9月1日に二丁目34番、東映東京撮影所、外区が広大であることと、ブラウドシティ、大泉学園という巨大なマンションが建設されたことにより分割して42番が新設され、 経営高地面積が1426へとなっているように区内では比較的広大な農地を抱えている32集落中第8位区内全体の約5%が大泉地区では最下位である畑の約72%がキャベツの栽培に当てられている東大泉には工場数はあまり多くないが 従業者数が50人を超える工場が3カ所もあり、事業主・家族従業者の割合は約2%、練り幕全体7.5%と低いなど、比較的規模の大きな工場が多い。製造品出荷額等は区内の約17%、第1位、付加価値額は約19.5%、第1位を叩き出すなど、練り幕で、 最も工業が盛んな地域の一つである。特に、西部池袋線大泉学園駅のすぐ北側に、ある一丁目と関越自動車道、大泉インターチェンジのある二丁目では、町内の工場の約66%、労働者の約65%が集中し、製造品出荷額は約98%を占めている。平成12年と比べると、工場数は6減。 マイナス18.1%、事業主、家族従業者が6元、マイナス33.3%と従業者数が1から3人の、零細工場が縮小している。しかし常用労働者数は全く変わっておらず、現金給与総額は11億2233万円増、プラス37.3%、製造品出荷額は65億4905万円増、 プラス58.7%となっているように全体的には景気がいい。なお常用労働者の給与1年間の総額、現金給与総額は41億2424 24万円。1人当たりにすると、百7 2 9万9540円と、区内ではトップクラスである。例えば同じく工業が盛んなぬくいでは24億366万円。 常用労働者数は627人、北町では27億7700万円、638人となっている。小売店は、練馬区内で最も数が多く、区内の約7%、西部池袋線大泉学園駅より、北側の位置の4丁目に多く分布している。特に1丁目には、大型店も見られ、町内の小売店の約24%が、 集中している。大泉学園駅を拠点に、西武バス、関東バスが発着する。また、石寺公園駅から、成増駅方面への国際工業バスも、駅内を運行している。2013年9月末までは、都営バスの路線もあった。大泉学園駅からは、吉祥寺駅、西小木久保駅、小木久保駅、阿佐ヶ谷駅、以上中央線快速。 同確定。小木久保駅は、丸の内線も、成増駅、和光市駅、朝霞駅、以上東部東上線、成増、和光市は、有楽町線、福都新線も、新座駅、武蔵野線、上、石神駅、西武新宿線、根馬駅、西武池袋線、一部都営地下鉄大江戸線、新上五田駅への路線が出ており、利便性が高い。また、 中央線各駅への路線は、西武新宿線の駅、上石寺駅の他武蔵関駅や上草駅も経由する。羽田、成田両空港へのリムジンバスの発着もあったが、駅前再開発に伴い中止された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。